今回は女流立会杯の予選の対局を見ていきたいと思います。黒番が横田初段で白番が中村女流棋聖ですね。お互い2連戦の席になりましたね。で、ここで両がかりですね。 で、ここで手を抜きましたねまあ、これは黒もここの切って、白は切ってここ取る視聴とか狙われてますんでねこちらをね、打ってきましたねこ,この真ん中はお互いのね 大急所ですよねで跳ねて行きましたこれ切ってこいっていう手ですねで黒も切ってきましたねで白は調子で左辺を大きいな字にしていきましたねでこちらに伸びましてただ黒もね中央黒石たくさん来るのでこれはね黒も不満はないのかなと思いますねでここで白すかさずここに打ちましたね こちらに取りまして、次になりまして、まあ、ここ次になれば白はっきりとした利かしになりますので、ここは本当に細かいところなんですけど、白が少しポイント取ったかなと思いますね。でこちらに打って、2剣に開いて、これは相手がね真ん中を打ってきたので、白としては、展開としては足早に打つという作戦になりましたね。 黒が左左下から、まあ、左辺の方入ってきましたね黒としては白大きな字今ここできそうなのでこの字を荒らしてしまえれば地合い勝負できますので手があるかどうかですねどの程度の手があるかですねで押さえたのがいい手で。 黒はは左下は黒字になりましたねたここら辺の黒白は取れましたんでここ大きな白の角定時になりましたね。で押さえてこの押さえは上辺の補強とともに真ん中の白石の逃げ出し狙ってる手ですね。でここで黒がこちらに打ちましたねこれは勝負手だったかもしれないんですけどここは真ん中打つ手も。 当然ありました、ねまあどうしてかっていうとこの、まあ、白がここに打つ手が非常に厳しいんですよね逃げ出すと一気に真ん中これ両方とも一気に薄くなるので特にここの真ん中の上の方がピンチですよね。なのでここでは一、まあ、回タネをしっかり取っておくとここに打ってあけばこの黒石は。 強い石厚みと言えますので、まあ、手厚く取っておくっていう手もあったかなと思いますねまあもちろんねそんなことは分かってるんですけどもだからこれけもしかしたら黒もすでに形勢苦しいと見てるかなと思いますねまあ実際の絶技の評価値も白に傾いてますんで明らかにこれ,はこれはちょっと黒が形勢苦しいと見ての勝負手だったかもしれないですね だからそれだけここまで白がかなりうまく打ってるということですね。でここに打ちましてこれで白が一気に真ん中の主導権取り戻取り返したというか取り戻しましたよね。先ほどまで黒が真ん中勢力だったわけですからこれ180度景色変わったわけですからねで。ここがいかにお互いの大急所だったかってことですよね。 でこうやってでこれは白石がね強いの、ね、でここの4子を助けられないということですよね助けると危ないということで、まあ、一応白は戦果を上げたと思うんですけど黒としても下辺連打してますのでまあこれで。 まだ勝負形ということですね。でここで助けていきましたね。やはり大きいという判断ですね。でこうやって、まあ真ん中白ね弱いしが。そんな弱,弱そうな感じないですよね。弱いしがないので。でこちらによって上辺も守って、まあこれで弱いしありませんので。 こうなってくるとね、細かい勝負になれば、コミがね、働いてきますからね。人としては、不満はないのかなと思いますね。で、けてきたときに、これで先手取りましたね。ここ、右上の三々、非常に大きい場所ですね。こうやって、次を先手で決めて、もう、決めたってことは、もう寄せに入ったってことですね。しっかり渡りまして。 これもこれで渡ってますねでこれで寄せ勝負になるんですけどもこの後は白が正しく寄せを打つことができれば白が少し残りそうというそういう形勢ですかね。ただ寄せ正しく打つっていうのは相当トッププロでも難しいですからね。まだまだ全然。 勝負がひっくり返る可能性っていうのは全然あるのかなと思いますね。で羽根次これ先手で聞いたの大きかったですね。なんかどっか手抜いてるとハサミつけてこれでねちょっと味悪いですか。これで主張では取れないですからね。当たりになっちゃう。 ちゃいますね、これは受けないといけないと羽根ツギ先手で聞いたのってのは非常に大きかったですね。ここまで聞くと隅の黒字がもうほとんどなくなってしまって逆に白地になっちゃいましたから白としては自愛勝負で十分という判断ですよね。 ここの羽で右下のね羽次ぎも先手で聞いたのめちゃめちゃ大きかったですね。なんか白がずっと先手先手でね大きいところを打ってますよね。で、なんかここら辺の先手の余勢逃さないですね。で黒も働いて受けて。でここに出て。 まあここの真ん中も結局白がね頭出せばそんなここら辺は大きな黒字できないわけですからまあこういう展開になれば白がはっきりまあここら辺で白はっきり残る展開になったかなと思いますね。でこの後は最後まで打たれて最後まで打たれまして結果どうなったかというと白の4目半勝ちとなりました。 中村女流棋聖の鑑賞のね一局だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ごご視聴ありがとうございました